田中健介、田中健介、田中健介、1981年5月20日台は、福岡県筑紫野市出身の元プロ野球選手、内野手、外野手、右投げ左だ。小学校2年で野球を始め、中学から公式野球を始める。高校は、東福岡高校に進学し、一学年上の村田修一や大野高次と、チームメイトとなる。 二年次の二代七十回選抜高等学校野球大会に出場し、三回戦横浜高校戦で松坂大輔にに安打完封され敗退するが田中は試合の先頭打者として一安打を放った。第八十回全国高等学校野球選手権大会、第八十一回全国高等学校野球選手権大会にも出場したが、初戦敗退に終わった。 プロ野球ドラフト会議で2意指名で日本ハム中日西部の3球団で競合の末ドラフト直前に就任した大島康則監督が引き当て日本ハムに入団1年目から2軍で打率313を記録し9月に1軍に昇格しプロ初安打を記録は開幕1軍に入り開幕戦である3月24日の対 大阪近鉄バファローズ1回戦で9回に代打で出場してプロ初本塁打を打った。開幕戦での代打本塁打はパリーグでは9人目で、あるがプロ初本塁打に限っては1989年の公営マスタカ以来3人目である。当時の肖像類種だった片岡厚が故障したため、翌日の開幕2戦目にプロ初先発起用され、 3月31日から4月6日まで6試合連続で3番打者を任されたが、打率を残せず、1軍定着はできなかった。Y1 軍と2軍を行き来する状況が続く。21軍で一時3割台の高打率を維持するも、6月に死球による右すね骨折で離脱。21試合の出場に終わる。Y1 軍で22試合出場に止まるが、白井和幸の指導を受け、 嘆き理論の再構築と早急難の克服を果たした。2軍で307、16本塁打の好成績を残し、9月28日の1軍最終戦、対、バロッテマリーンズで延長11回に初のサヨナラ本塁打を放った。周期キャンプ後には、トレイ・ヒルマン監督、当時に、来期、最も飛躍を、期待として唯一名前を挙げられた。 開幕一軍に入り、課題だった守備が改善され、主にダイソー、守備固めで起用される。この年のチームは、当初、新外国人のホセ・マシーヤスを二塁手として、予定していたが結果を残せなかったため、マシーヤスや木本国幸、川島啓三らとのポジション争いを演じた後、田中が5月上旬から二塁手に、同月下旬から二番打者として、レギュラーに定着。 自身初の規定打席到達を果たし、打率3割21盗塁、リーグ最多ギ打、34個を達成。日本シリーズでも最多記録に並ぶ62だ。5試合制では史上最多を記録して日本一に貢献した。二類種としてゴールデングラブ賞ベストナインを受賞以後、前者はまで5年連続、後者は翌と2010年にも受賞。 またオフに2004年の骨折の際に右足に埋め込んだプレートの除去手術をた。は、開幕から打撃不振に苦しみ、最終的に打率255と前年から大きく率を落とすが全144試合に出場、パシフィックリーグ最多記録となる582打。盗塁も自己最多の27個を記録した。は、グリップを肩より下で構える。 独自の打撃フォームを改造し、肩より少し上で構えるようにしたところ、開幕4試合で前年に並ぶ3本塁打を打った。打率3割は逃したが、自身初の2桁本塁打を記録。さらにはパリーグで、唯一のフルイニング出場も果たした。88試合に3番打者として起用された。第2回ワールドベースボールクラシック WBC の一次候補に選ばれたが、 代表には選出されなかった。2、全任の金子誠から選手会長を引き継ぐ。WBC 選考メンバーに入るも、日本代表のメンバー入りはできなかった。開幕から一番打者を任され、打率3割には届かなかったが、リーグ最多の79支給、自己最多の31盗塁を記録した。8月21日に、右足首数で2年ぶりに先発出場を外れた。 連続試合出場は8月14日まで継続。また、この年は680打席に立ち、リーグ記録を46年ぶりに塗り替える。翌年、西岡剛氏によって、更新、692打席されるとともに、セパ両リ,リーグの規定打席到達者で唯一閉殺だ。例のままシーズンを終えた、後日。は、リーグトップの得点圏打率、419を記録したほか、 右投手に対して打率356と得意としシーズンを通して高打率を維持最後まで首位打者争いに絡んだシーズン打率335と193安打は共に自己最高でありパリーグ2位8月15日の対福岡ソフトバンクホークス戦を欠場し2006年6月3日の対横浜ベイスターズ戦より継続していた 連続試合出場、歴代29位の620試合で終了した。この年国内フリーエージェント、FA 権を獲得し、オフには翌年以降のメジャーリーグ挑戦も取り沙汰されたが、総額7億5000万歴高の3年契約を結んだ。契約には、メジャー移籍を希望した場合は、球団の許可を得た上で、契約解除できる条項が含まれている。は 春季キャンプ中の右手指骨折で出遅れた上、6月18日の対広島東洋カープ戦で6回に通るをした際に左足首を痛め、21日に受けた精密検査で左虚骨骨折で全治4から6ヶ月と診断され、シーズン中の復帰はならなかったが、フェニックスリーグで実戦復帰し、1軍の試合ではクライマックスシリーズのファーストステージの第一戦と、 第2戦に一番、二類種で、先発出場するも決勝点取る失策を起死した。は6月まで打率、332と、首位打者を争う活躍を見せるも、8月29日の西部戦の守備で、中島博之と交錯し左腕を骨折。そのままシーズンを終え、ポストシーズンでの出場もなかった。11月6日には、 今年はどんなことがあろうと挑戦しようと決めていた。怪我をしても揺らぐことはなかったと、アラン・ニーロを代理人とし、海外 FA 権を行使してのメジャー挑戦を表明。会見では、パワーは劣ると思うけど、守備や走塁、バットに当てる技術など、細かい部分でアピールしたい。ダルビッシュと対戦したら楽しいでしょうね。ファンに支えられて大きくなりました。球団は、 いつでも帰ってきていいよと言ってくれた。その言葉だけでありがたいけど、帰ってくる選択肢はない。覚悟してますとメジャーに骨を埋める覚悟もあることを語った。1月10日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約。最低保証金額4万ドル、マイナーで月2万ドル、メジャー40人枠入りすることで年俸75万ドルとなる契約で通訳をつけると、 英語も上達しないと思うし、チームメイトからも認めてもらえないとして、通訳ではなく、家庭教師がつく契約を自ら希望した。スプリングトレーニングに招待選手として参加するが、19試合の出場で打率。229、出塁率。275を喫し、守備でも2類種のほか、遊撃種や3類種としても起用されるが、計7試作を喫して、 トリプル A 級フレズノで開幕を迎える。フレズノでは78試合の出場で16失策、うち55試合の2類守備で15失策を、喫死左翼手にコンバートされる。一方で、打撃は78試合の出場で、リーグ6位の打率、330、出塁率、392、リーグ5位の20投塁の成績を残し、7月9日にメジャー昇格。 同日のニューヨークメッツ戦に2番、左翼手でスタメン出場し、日本人選手通算50人目となるメジャーデビューを果たす。同試合では2回に本塁打製の飛球をジャンピングキャッチする攻守を見せ、5回にはメジャー初安打となる中堅前安打で出塁し、4万人の監修からスタンディングオベーションを受けた。以降も左翼手として起用され、4試合連続安打を記録するなど、 15試合の出場で打率、267、出塁率、353、2盗塁の成績を残すが、29日にフレズノに降格。降格後も左翼士として起用され、フレズノでは、最終的にリーグ3位の打率、329、1本塁打、出塁率、422盗塁を記録。マイナーのシーズン終了後は、首位打者を取りたかったので残念。 でも、いい締めくくりができました。パワーがない分、二類か中堅で、スピードで勝負するのがメジャーで生き残る道かもしれないと語った。9月3日にリーフとなり、翌日に自由契約となる。2013年12月20日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。招待選手として参加したスプリングトレーニングでは18試合の出場で打率。 185、出塁率。290を喫し、トリプル A 級ラウンドロックで開幕を迎える。ラウンドロックでは62試合の出場で打率。258、4本類打、出塁率。340、12盗塁の成績を残し、守備では二類手として起用される。7月20日に、本人の希望で契約を解除し自由契約となった。 2014年12月16日に、古巣の北海道日本ハムファイターズが獲得を発表した。3年振りの古巣復帰となる。背番号は3番は2番2塁で開幕を迎える。4月途中から非対抗が怪我で離脱してからは3番に座る。5月13日の埼玉西武ライオンズ戦で、スイング途中に右肩の違和感により5試合欠場するが、 5月20日東北楽天ゴールデンイーグルス戦で復帰。以後は走塁の際に右腕でユニフォームの左胸側をつかみながら走るなど痛みを最小限に抑えるようにしながらクライマックスシリーズ終了までプレーを続けた。年間を通して得点圏で滅う強く、得点圏打率346を記録。わずか4本塁打で66打点の事故。 最高記録を残した。また、ベストナインを獲得し、念願だった、声優劇種の中島拓也との同時受賞を叶えた。は、開幕を3番2塁で迎える。春先から3割前後の打率を残し続け、主に3、5番のクリーンナップを任せられた。7月10日千葉ロッテマリーンズ戦で、チーム14連勝がかかる試合、1点差で迎えた9回。 西で西の勇士から二合同点ホームランを放ち、チームの14連勝に貢献した。また、この勝利によって、チームの本拠地500勝も達成した。8月頃から調子を落とし、打率、272、53打点、22盗塁でシーズンを終えたが、指名打者で、先発出場した一試合を除いた142試合に二塁で、先発出場し、 チームのリーグ優勝に貢献した。CS ファイナルステージでは極度の不振に陥り、第4戦まで全て先発起用されるもヒットがなく、第5戦では先発を外れた。しかし、日本シリーズでは復調し、全試合に先発出場しチームの日本一に貢献した。は、開幕を2番2塁で迎えるも、春先から孔子ともに不振に陥った。 4月29日の楽天戦では、松井祐希から自身4年ぶりとなるサヨナラダを放った。また、7月6日の西武戦では、通算200盗塁を達成した。二類として、チーム最多の50試合に先発出場するも、若手を積極起用するチームの方針から先発を外れることも多く、指名打者や代打に回ることが多かった。107試合に出場し、打率。 252、18打点、11盗塁という成績を残し、1年間一軍に帯同し続けた。オフの契約公開では、前年の年俸2億円から1億2500万円減と、なる7500万円の提示を受けながらも、チーム愛を理由に残留を決意した。和は開クスタメを外れ、春先から不振に陥ったが、6月27日に、那覇で行われた。 ソフトバンク戦では1点ビハインドの9回に代打出場し森ゆいとから同点タイムリーを放ちチームのサヨナラ勝利につなげた8月は月間打率433を記録するなどシーズン中盤から本来の調子を取り戻し最終的に67試合に出場し打率2958打点でシーズンを終えたまた 先発出場した14試合では3割後半の打率を残すなど少ない出場機会の中で結果を残した。本人は2018年シーズン終了時に8、9割やめる気でいたと語っていたが周囲からの説得を受け最後の1年間応援し支えてくれた方々に対して感謝の気持ちを伝えたいと考えを変え12月25日の 契約公開後の記者会見で2019年シーズンをもって引退することを表明した。は、代打や指名打者としてフルシーズン1軍に帯同し、王、柏徹は通るなど主力の離脱時には3番、5番と中軸を任された。5月29日の千葉ロッテマリーンズ戦では1点ビハインドの8回裏に酒市市から代打逆転ツーランホームランを放った。 シーズン最終戦となった9月27日のオリックスバファローズ戦、札幌ドームで引退試合が行われ、2番指名打者で先発出場する。8回裏に山岡康介から完封を阻止する、ライトフェンス直撃的時打を放つなど4打数にあんだ1打点で現役生活を締めくくった。広角に打球を打ち分け、2007年には、 リーグ最多記録となる58ギダを記録するなど、バント技術やボールをカットする技術にも優れる。千球眼に優れ、8打席に1個近い確率で指揮を選び、2009年には105、三振を起きした一方で、リーグ最多の79指揮を記録した。右投手に対しては、基準違反統一球が導入されていた2011年から2012年の3で、打率。 305を残しているが、左投手に対しては、同打率。280とやや弱く、メジャー移籍後の2013年から2014年も、トリプル A 級では、右投手に対しては打率。323、左投手に対しては打率。230と弱かった。ミート力に定評があり、シュアな打撃で、日米通算では1507安打を放ったが、 NPB では1499安打とお題には一歩届かず、いつもちょっと足りない野球人生と苦笑いした。一塁到達3.7秒、3塁到達11.35秒をマークする俊足。全力疾走を怠らず、盗塁面では日本での通算盗塁成功率70%を記録している。日本ハム時代から主に二塁種として活躍。 ジャイアンツ時代は天然芝の対応に苦しみ、出場機会増加のため左翼種としても起用された。打者の特徴や配球を考慮したポジショニング能力に優れており、閉札参加数が非常に多い。2000年代を代表する二類手であり、2006年から5年連続でゴールデングラブ賞を受賞。2010年には得点換算で9回トップクラスの数値を残す。 グローブのはめ方に特徴があり、通常、内野手は人差し指を出して使うことが多いが、守備練習などでは人差し指と中指の2本出していることもある。自身のイメージカラーがピンクであることから、守備でアウトをダッシュした数に応じて、マンモグラフ検診をファンにプレゼントするピンクリボン活動に取り組んでおり、2008年オフにはチャリティーイベントも実施している。 プロ入り間もない頃はやんちゃな性格で、森本清明、佐根松一世と共に二軍手のおじんから三馬家と呼ばれ、コーチに反抗して火をつけることから着火マンなどとも、称されていた。ワインが好きで、メジャー一席前には、ダルビッシュ優也立山義則らと共に、ワイン部を結成していた。二児の父であり、自身を、北海道一のイクメンと名乗るなど子供が好きである。 夫人は、元札幌テレビ放送、STV アナウンサーの西森千香る。次男あり、その夫人の古巣である STV ラジオで2018年4月から、田中健介のアフタースクールと題し、自らがパーソナリティを務める番組を開始した。自分から後輩にアドバイスを送ることは少ないが、有原公平や上沢直行が登板する際は、ベンチで隣に座り、 メンタルトレーナーのような役割を果たしていた。また、当時チームメイトで職が細かった岡大会に付き添い、食事指導をするなど、後輩思いな一面もある。現役最終年となった2019年は、各球場の最終戦では、川島慶三、岡大会、ブランドンレアード、増井博都や、元同僚から、敵地にもかかわらず、花束が、 サプライズで贈呈されるなど、後輩や同僚に慕われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。